最近、岸くんのインスタグラムが熱すぎると思いませんかオフショットの嵐にノックアウト寸前です。特に、ハッシュタグ INZM のオフショ祭りなんて、心臓が何個あっても足りないくらい。岸優太さんのインスタグラム活動が活発化し、多くのファンにとってこの動きは非常に嬉しいニュースとなっています。岸さんは最近、特に MV オフショットを頻繁に投稿しており、 そのカジュアルな姿や舞台裏の様子がファンの間で話題を呼んでいます。これまで見せてこなかった一面や、ファンが知りたかった詳細が次々と明らかになることで、彼に対する親近感がさらに強まっています。SNS を通じて自身のプライベートな一面を公開することは、現代のエンターテイナーにとって必要不可欠な要素となっており、岸さんもそのトレンドにうまく乗っているといえます。特に注目すべきは、 キシさんがゲームを楽しんでいるオフショットや、自然な笑顔が映っている投稿です。これらの写真や映像は、彼がただのアイドルではなく、一人の若者としての素顔を垣間見ることができる貴重な機会を提供しています。ファンは彼の真剣な表情や、リラックスした姿を見て、キシくんも自分たちと同じようにゲームを楽しんでいるんだ、と共感を抱き、それがさらに親しみを感じさせる要因となっています。さらに、 キシさんの投稿には、彼がどれほどファンを大切にしているかが感じられます。彼はただの写真をシェアするだけでなく、ファンとのつながりを意識し、コメントに応じたり、質問に答えたりと、インタラクションを大ごとにしています。これによって、ファンは自分たちがキシさんにとって特別な存在であると感じることができ、彼への応援がますます強まっていくのです。また、キシさんのビジュアルも常に進化しており、 ファンはその変化を楽しんでいます。時には可愛らしく、時にはクールでかっこいい彼の姿が、常に新鮮で刺激的です。特に、最近の投稿では、筋肉のついた腕や、ゲームに集中する姿勢が注目を集めており、その健康的で力強いイメージがファンの心をつかんでいます。岸さんのビジュアルはもちろんのこと、彼の歌声やパフォーマンス力も絶賛されています。彼の歌声には、 独特の感情が込められており、ファンはその歌声に癒され、力をもらっています。そして、岸さんの SNS での投稿が増えることで、彼の存在感がさらに強まっていることも見逃せません。SNS を通じて自身の魅力を発信することは、現代のアイドルにとって重要なスキルであり、岸さんもそのスキルを駆使して、自分を最大限に表現しています。特に 彼のインスタグラムは非常にスタイリッシュで、投稿一つ一つが洗練された雰囲気を醸し出しています。これは彼のセンスの良さや、自己表現力の高さを示しており、ファンだけでなく、一般の人々からも注目されています。岸さんのオフショット祭りは、まさにファンにとっての贈り物と言えるでしょう。ファンは彼の姿を見て、日常の疲れを忘れ、彼のエネルギーに元気をもらっています。また、 彼の投稿は、ただのエンターテイメントではなく、彼自身の成長や進化を感じさせるものでもあります。彼がどのように日々を過ごしているのか、どのようにして自身を磨いているのかが、これらの投稿を通じて伝わってきます。岸さんの SNS での活動は、ファンにとって新しい視点を提供してくれるものであり、彼のこれからの活動がますます楽しみになります。彼がどのようにしてファンとつながり、 どのようにして自分を発信していくのか。その進化を見守りながら、ファンは彼と共に歩んでいくことでしょう。MV の世界観そのままのクールな表情も、お茶目で可愛い笑顔も、全部全部宝物です。あの真剣な眼差しでゲームに熱中してる姿を見たら、誰でも騎士んに夢中になっちゃうよね。コントローラーを持つ指先まで、こんなにセクシーだったなんて、気づかなかった自分が悔しい。 そして、メンバーとの写真を見た時の感動といったら、ナンバーアンダーライン愛として共に歩んできた道、そしてこれから3人で進んでいく未来、その全てが詰まった写真に、涙が止まりませんでしたいつも後ろの方に写ってる岸くん、その優しさに改めて気づかされて、胸がいっぱいになったよ。そうそう、この前のインスタライブも最高だったよね。岸くんが一生懸命話してる姿、 メンバーと楽しそうに笑ってる姿、全部が愛惜しくて、幸せな時間を過ごせましたアーカイブを何度も見返しては、ニヤニヤが止まらない日々です。これからも、岸くんのインスタグラムから目が離せない。私たちファンをいつも笑顔にしてくれる岸くん、本当にありがとう。そして、ナンバーアンダーライン愛の三人の未来が、希望と笑顔で溢れていますように。ずっとずっと応援してるよ。 岸優太さんの SNS 活動がさらに活発化する中で、ファンたちは彼の新たな側面を発見し続けています。特に注目されるのは、彼の自然体でありながらもプロフェッショナルな姿勢です。彼のインスタグラムには、日常的な瞬間が多く捉えられていますが、その中には、こかしら彼のパフォーマーとしての集中力や誠実さが垣間見える瞬間があります。これによって、 ファンは彼のパーソナルな一面とプロフェッショナルな一面の両方に引き付けられるのです。このような自然体でありながらもどこか計算されているかのような投稿は、ファンにとって新鮮な驚きとなっています。例えば、ゲームをしている写真一枚にしても、そのリラックスした表情と、ゲームに対する集中力が同時に感じられる点が彼の魅力を引き立てています。こうした投稿に対するファンの反応も熱狂的で、コメント欄には、 岸君と一緒にゲームしたいや、その真剣な表情が素敵といった声があふれています。こうしてファンと日常的に接触することができる SNS は、彼の活動において非常に重要な役割を果たしています。さらに、岸さんが投稿を通じてファンとのコミュニケーションを楽しんでいる様子も感じられます。多くの有名人が SNS を利用する一方で、単なる宣伝の場と化してしまうことも少なくありません。しかしか 岸さんの場合、彼自身が楽しんでいることが伝わってくるため、ファンとの関係性が非常に自然で温かいものとなっています。例えば、彼が時折見せるユーモア溢れるコメントや、ファンからの反応に対するリアクションは、彼の人柄をよく表しており、その親しみやすさが多くの人々に愛されています。岸さんの SNS 活動を見ていると、彼がこれまで築いてきたキャリアと、 今後の成長がが密接に結びついていてることわかります彼のキャリアはアイドルとしての基盤から始まりましたが、現在ではその枠を超えて、俳優やアーティストとしても活動の幅を広げています。こうした多岐にわたる活動が、SNS を通じてより広く認知されるようになり、彼のファン層もさらに広がっています。特に、岸さんが最近取り組んでいる音楽や演技のプロジェクトに関する投稿は、 ファンの期待を膨らませており彼の次の一歩が注目されています